おはようございます。日本一周97日目、10月31日日曜日の現在時刻朝6時8分です。今私ね、こちら四国愛媛県にありますキャンプ場ですね、ちょっと名前読み方わからないんですけど、キャンプ場でね夜到着して朝を迎えたんですけども、くるりんぱいたしますとね、こんな感じで川沿いのねキャンプ場っていう感じですね。橋がかかってましてね、橋の下のね河川敷のキャンプ場ですね。昨日昨夜着いた時はね、こちらの駐車場びっしり車が埋まってね、この土手の上もね車だらけだったんですけども、夜ね皆さん帰られていったようですね。夜中にね9時頃から雨が降り出して、結構雨降ってたんですよね。皆さん飲酒運転大丈夫なんでしょうかね。すごいそこが気になるとこなんですけどもね。昨日はねその橋の下あたりもね30人から40人ぐらいの団体さんがすごいどんちゃん騒ぎしたり、結構あちらこちらでね結構広いんでね点々と離れてはいたんですけどね、団体さんが多く見受けられたんですけどもね、かなり酔ってらっしゃるような雰囲気でしたけど皆さん車で帰られていきましたけどねこちらのキャンプ場ね、僕来る時ねこの橋の上をねちょっと間違えて向こうまで行っちゃったんですけどね、ちょっと入り口が分かりにくいかもしれないですね。でもねここのね上をねずっと向こうまで行ってトイレがあってね、こう入ってきましてね、ここ結構広いですね。ベンチがねちらほらと見えますけど、あそこもね屋根があってベンチがあって、こっちもテント結構張ってらっしゃいますね。一番奥、ここがね一番大体奥ら辺なんですけどもね、駐車場はね結構ずっとね奥まであって広いですね。やはりねこの橋の下あたりが一番特等席なんでしょうかね。ちょっとね車はねずっと夜走ってるんでね音はうるさいですけども、この辺りがすごい木の団体さんいてたんですけどね、夜中は。これ屋根はでも屋根になってないんですね。なるほど、だからもう雨降り出したら帰っていかれたんですかね。こんな感じのねキャンプ場なんですよね。あ、そちら橋の下でね雨をしのいでテント張られてますけども、あ、ここ川がこんな風に流れてるんですね。なるほど、この小さい川とこれの向こうはね多分大きい川だと思うんですよね。で結構ね昨日到着した時もねすごい車がねもうびっしり埋まってて、こっちの奥の方にちょこっと空いてたんですけどね、で僕そっちの方止めたんですけど、結構ねスペースは空いてるんですよね。広いんでね、ここずっと河川敷向こうの方まで広がって、あの辺り何か遊具ブランコなんかも見えますね。バイクで来たらねこの橋の下に止めれるといいんですけどね、週末だったらほんとねいっぱいなんで。あ、でもここがねもし入ってたらね雨の日は助かりますよね。あ、向こうに東屋も見えますね、屋根付きの。こんな感じになってたんですね。夜到着したんでねちょっと状況が分からなかったんですけどもね、あそこがね光ってるのが自動販売機とトイレなんですよね。あ、すごいいい感じの雰囲気ですね。遊具ブランコなんかあったりしてね。なるほど、ほんと広いですね。だからあんなに人がいててもスペースが空いてたんですね。あ、こちらの方はねテーブルと椅子なんかありますね。このテーブルはいいんじゃないですかね。こっちの東屋はねきちんとしたね屋根になってますね。あ、これはいいですね。ここは特等席ですよ。雨の日は11月2日と3日は予約があるようですね。あれがトイレですね。なるほど、あ、東屋もう一つあるんですね。こっちの方も何やら滑り台とかねいっぱいありますね。で東屋もう一個同じようなね、あの階段の向こうは多分ね川になってると思うんですけどもね、ほんとねかなり広々としててね、昨日僕が到着した時土曜日の夜だったんですけど、もう駐車場びっしり埋まっててちょっとしか空いてなかったんですけど、それでもねかなりね奥の方とかでもねこうなんて言いますか、距離が空いてるんですよね。テントとテントの間広々として、これだけねやっぱり広大な敷地なんでね、ここはかなりいいですね。あのやっぱりね人が多くても間隔が空いてるとね僕はね結構好きなんですよね。キャンプ場のね楽しい雰囲気を味わいつつ一定の距離をねきちんと保ってるっていう、そんな感じでねすごくいいですね。これはやっぱり河川敷ってねキャンプ場としてね最適ですよね。
大阪の淀川もね、キャンプ場としてね、全面開放していただきたいですけどもね。そうしたら本当すごいキャンプ、広大なキャンプ場になるんですけどね、大阪の淀川なんて。あれ川じゃないのか。あれこれはこの向こうでしょうかね。川のはずなの、一級河川って書いてたんですけどもね。そこはね、表面濡れてますけど、これは川ではないんですよね。アスファルトですよね、これは。その向こうが多分川だと思うんですけども。こんな感じですね。どこまであるんだ、あ、この辺ぐらいまででしょうかね。まあ、現在はね、日曜日の朝ということなんですけども、昨夜ね、雨がね、結構降ってきたんで、ここ結構すごいいっぱい出た人たちがね、もう半分以上、3分の2ぐらいはもう帰られてるんでしょうかね。いや、もっと帰られてますね。もう4分の3ぐらいは帰ってますね。どこにでもね、テントあるスペースはあるんでね、これはね、バイクで四国を旅するときにはね、何にゴールデンウィークであろうと、お盆であろうとね、絶対テントはね、あるスペースは何かしらね、もう最悪その辺の、もう十分綺麗な芝生なんでね、今ちょっと雨で水たまりできてますけどもね、ここは本当いいですね。広い。この一級河川のね、大きな川沿いのね、この河川敷のキャンプ場、ほんといいですね、これは。すごい大きなテントなんかもありますよ。あ、真ん中にこれね、池のようになってますね。せせらぎの池、だんだん。ギンギン、だんだんみたいな。違うか。この辺りまででしょうかね、テントされてたのは。でも区切りがあるわけでもないんで、別にこの辺りでもテント張って良さそうな雰囲気ですけどね。トイレがそこなんで、もうだいたいここまでって感じでしょうかね。奥の方も全然スペースありますけどね。このような感じでね、そちらがね、トイレと自動販売機があるんですけどもね、ここをね、ずっと土手の上をね、車が結構びっしり止まってたんですよね、昨夜は。このような感じでね、あ、もう随分車帰りましたね、やっぱり。バイクで来られてる方もいますね。お手洗いはね、こんな感じですね。ここをね、ずっと道がね、こう川を渡るようにね、長い橋になってるんですけど、僕来た時ね、この橋をね、通り越しちゃったんですよね。で、向こうの方で U ターンして戻ってきてね、最初向こうの方行っちゃってね、ずっと迷って真っ暗だったんでね、今ね、トラックが通ってますけどもね、あそこ、そこ、今の位置からね、こう入ってくるんですよね。この道ですね。これがね、この橋の東側になりますね。地図で言うと東側のね、ほんと橋のね、手前、もう橋にかかる直前のところにね、入り口があるんでね、ちょっと見落としがちというかね、昨日僕は見落としたんですよね、この入り口をね。ちょっと気をつけないとね、ほんと橋のギリギリのね、入り口付近にあるんでね。でこんな感じで自動販売機がありまして、ここをね、ずっと車で入ってきて、ここでね、 V の字でこう鋭角にね、曲がっていくと駐車場があるんですよね。ここの入り口だけですね、間違わないように気をつけていただければね。しかし、まあでもね、車の止められる台数にはね、ちょっと限りがあるといえばあるんでね、まあ結構な台数はね、止められるんですけどもね、バイクで来るとね、まあ多分この隙間にどこにでもね、止めるとこは、なんなりこの道沿いでもね、最悪止めれると思うんで、バイク旅で来るとね、確実に何かしらテントは張れそうですね。いや、ここは本当ね、バイク、四国のね、バイク旅では絶対に使えますね、これは。無料のね、キャンプ場なんでね、このようにね、一級河川、これなんて読むかちょっとわかんないですけどね、一級河川なんですよね。あ、ここには橋があって渡れるんですね。向こうと、ここうとね。なるほど。さあ、現在時刻6時48分ですね。まだね、朝一番なんですけども、こっからね、7分のところに快活クラブがあるんでね、昨日夜、お風呂行かなかったんでね、ちょっと朝にね、お風呂というかシャワー行きたいと思います。快活クラブでね、充電もしないといけないんでね。こんな感じでね、今のところが入り口なんですけども、この本当のね、橋の直前なんですよね。だからこれ見落としがちと言いますかね、分かりにくいですよね。さあ、これが一級河川のようですけれども、ちょっと川のね、水があまり見えませんね。右手もね、何やら川というか干からびちゃってるような、そんな雰囲気ですけども、これ本当に一級河川なんでしょうか。砂利になってますけどね、あの辺りね。この辺りも
これが一級河川ですか？どういうことですかこれ。すごい、なんか普通に砂利しかありませんけど、あの川というのはあのキャンプ場に流れてきた小さいあの細い小川しかないですよね。大丈夫なんでしょうかこの一級河川は。左方向です。これ左ですか。辺りね、河川敷なんで、ここもねすごい芝生いっぱいねずっと長く広がってますけども、バイク旅でねこの辺りテントはまあ張ってはいけないんでしょうけども、最悪ねゴールデンウィークとかお盆に来て張る場所がなかったら、この辺でもね全然どこにでもテント張れそうですよ。広いですよやっぱり。ここはねほんといいですよ。しかしねやはりね、私晴れ男といえばね晴れ男なんですよ。昨日のね到着したのは、まあ、暗くなってからキャンプ場到着したんですけども、キャンプ場のね中を撮影したいなと思ったね、この朝一番6時過ぎにはねもう雨はねちょうど止んでくれたという、素晴らしいですね。まあ、天気予報でもね本当朝5時ぐらいにはね降水確率下がって止むような雰囲気の天気予報だったんでね、止むだろうなと思ってたんですけども、きっちりとね私が目覚めてこう明るくなってね、キャンプ場内を撮影する時間帯にはね雨が止んでるというね。晴れ男っぷりですよこれ。さあ快活クラブ到着しましたよ。あ、ここ正面にこんなダイソーとかいろいろあるみたいですね。シネマサンシャイン、映画館ですかこれ。あ、すごい、食べステーキ食堂とかいろいろありますね。ここの快活クラブもいいじゃないですか。旅人ライダーがいますね。やっぱ雨なんでね、旅人ライダーは開発の方に泊まったようですね。キャンプ場近くです。ここステーキもあるしいいじゃないですか。エベレストフードなんていうのもありますけど、目的地は左側です。明らかに旅人ライダーがねいますよこれ。あ、株ですかあれは。何でしょうか。あ、ハンター株ですかあれ。あ、バイクが止まってますね。 BMW のバイクが止まってましたよ、アドベンチャー。さあ現在時刻6時57分ですね。こちら快活クラブ愛媛なんちゃら店ですね。到着いたしました。愛媛県は松山市ですね。ここはオープンシートもね個室みたいになってますね。さあ現在時刻10時47分、今日10月31日ですね。大阪に向かってね出発したいと思います。もう大阪の方にね帰りたいと思います。中尾でご飯食べます。今ね僕ふと思ったんですけどね、これね運転席の窓全開、助手席も全開でね、後ろもね、ま、全開にして今走ってて、ちょうど気持ちいい風が吹いてるんですけども、でもねなぜかねバイクに乗ってる時ほどの開放感はないんですよね。楽しさもないんですよね。なんでその違いが生まれるのかなと思って、窓開けてたら近いというか風は入ってくるし、まあ、言ってバイクもねフロントのスクリーン、僕のバーグマンなんかねフロントのスクリーンこれぐらいあるんでね、直風が当たってるわけではないんですけど、なぜそこまでの差が出てくるのかなってねちょっと考えてみたんですよね自分なりに今。でふと思ったのがね、やっぱりねバイクのバランス、バイクって二輪だから本当バランス崩すとこけちゃうんですけど、四輪ってそのバランス感覚って必要ないじゃないですか。そこの違いが結構大きいのかなっていうふうに僕ちょっと今思ったんですよね。でそのなぜそのバランスが大きいかっていうと、結局ね車って普通に手放しでね仮にまっすぐ走ろうと思ってもねすぐにこうちょっと難しいんですよね、ちょっとずれていくし。でもバイクの場合って手放しでもまっすぐ走ろうと思ったらまっすぐ走ってくれるんですよ。あのフロントフォークが歪んでたりとか歪みがあったりしたらちょっと話は変わってくるんですけど、仮に多少ね立ちこけしてねじれがあったとしても自分のバランスでまっすぐ持っていけるんですよね。結局何が言いたいかっていうとね、この人馬一体感っていうのがねすごいあるんですよ。マシンが自分のイメージしてる、例えばコーナーでもよく言いますよね、あの目線見てる方向にバイクが進んでいくっていうあの感覚なんですよ。やっぱそれが一番大きいのかなって今ふと思ったんですよね。自分がね思った通り意のままにね動いてくれる、自分がこう体重を左に傾けたらこっちに行ってくれるとかね、自分が向こうに行きたいと思って思ってる方向に行ってくれるっていう、そのね人馬一体感、この自分でこのバランスをね常にこう取ってるっていう、本当ね僕バイクで一番重要なのってバランス感覚だっていうふうにやっぱ思うんですよね。どんなに大きな大型バイク、どんなに重たい大型バイクでもバランス感覚が最強にすごい人って絶対こけないんですよ、立ちこけとかも。
よっぽどのその変なアクセルワークとかしない限り。本当ね、バイク乗る人が上手い人っていうのはバランス感覚がね、優れてる人がバイク乗るの上手い人だって僕は思うんですよね。だからやっぱりね、バイクのと車の一番の違いはそこなんじゃないかなってふと思ったんですよね。よくその風を切って走るっていうのも、それももちろんあるんですけど、いやー、やっぱりね、風を切って走るのが一番の違いかなっていうふうに僕思ってたんですけど、そこじゃなかったかな。むしろバランスかな。意のままに動いてくれると、そっちの方がウエイト大きいような気がしてきましたね、なんとなく。今ね、この窓全開でね、風を感じながら走ってみて、それでもなおかつね、正直ね、車運転しててもね、楽しいと思わなかったんですよね、ずっとこの旅。なんてこの違いがあるんだろう、バイクとっていう。なんでバイクってあんなに普通に走ってるだけで楽しかったのかなって改めてね、再認識したんですよね。そのね、理由というか原因がね、今ちょっとふとね、窓を全開にして走ってみてね、分かった気がしましたね。ああ、今日ハロウィンか。昨日はハロウィンか。なんかポリスのね、格好した人たちがいますね。道の駅豊浜、500メートル先。今日はね、道の駅豊浜にね、泊まりたいと思います。あ、言わない方がいいんでしょうかね。とりあえず道の駅豊浜に行きますと。お疲れ様でした。道の駅豊浜、車が止まってますね。しかしちょっと駐車場小さいようですね。現在時刻19時ちょうどですね。ここのね、道の駅にね、行ってた人がね、僕ここにね、車止まってた人がどいたからね、僕一番端っこにね、陣取ろうと思ってここに来たらね、下にね、財布をね、落としていったんですよね。ちょっとね、警察に届けたいと思います。ポリボックスないのかな。あれ、これ110番かからない、ひょっとして。マジで110番かからない系、マジか。警察署です。あ、もしもし。はい。財布をちょっと拾ったんですけども。あ、財布ですね。はい。今ここ道の駅の豊浦でしたっけ？豊浦かなんか、あのお近くの道の駅だと思うんですけども。道の駅ですか？はい。ちょっと待ってくださいね。はい。もしもし。はい。すいません。観音寺の警察署って場所わかりますかね？警察、いや、僕ちょっと地元の人間じゃないんで場所はわからないんですけど。あ、そうなんですね。はい。そうですか。駐車場の一番奥なんですけど、多分ね、その車が出て行ったのか、その車だと思うんですけど、車が出た後に僕が入れて、その人がなんかドア開けて電気つけて、なんかスマホいじったりガチャガチャしてから出て行った後に僕が入れたんで、多分その人だと思うんですけど、ただもう行っちゃっていてない、 いなくて戻ってこないんで。あ、なるほど。はい。だから2、30分その場で待っていただけるのであれば。あ、全然大丈夫です。ここ、はい、取りに来てもらえますか。はい、取りに行ったらですね、はい、やってくださった方の権利がなくなるんです。例えば、いいです、いいです。別に そういう、ね、そういうつもりで出ましたんじゃないんで、全然いらないです。わかりました。そしたら、一回ちょっと交番の方に寄って書類を取って行ってもらうようになるんで、はい、ちょっとお待ちいただくようになると思います。あ、待つのは全然大丈夫です。わかりました。はい、そしたらそのようにします。はい、大丈夫ですかね。はい、お願いします。そしたらお願いします。待機の方。はい、はい、どうも。はい、はい。というわけでね、警察官の人にちょっとね、取りに来てもらうっていう形で、まあ、僕もちょっと今からね、いろいろ地図見たり、明日のことやったり編集作業したりとね、ちょっといろいろね、あんまその無駄な時間を使いたくないっていうのがちょっとありまして、カットしようか今のは。警察の方がね、取りに来てくださるっていうことなんでね。で、自分が本当はね、持って行ったらなんか拾得物の権利があるから、警察官がもし取りに来たら拾得物の権利がなくなるとかなんとか言われたんですけど、それはもういいかなと思って。あ、この人かな。すいません、ご協力ありがとうございました。あ、はい、すいません、はい、じゃあもう来、はい、なくていいということで。あ、わかりました。すいません、ご連絡ありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。あ、もう大丈夫ですか。 ありがとうございました。いや、財布はないなと思って どうしよう、持っていくかなとか思ってて、取りに来てくれるかなとかちょっと思ってて、気づいたら多分来るやろなと思ったけど、うん、まあまあ、とりあえず気づいてます。はい、ありがとうございました。申し訳ないです。